実況もちろん中森です。この動画をご覧の皆様、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで、早速やってまいりましょう。合格者カレンダー、今回も生徒が出演してくれました。では自己紹介お願いします。はい、武田塾岡崎校の竹内です。名古屋工業大学の工学部電気機械工学科に合格しました。はい、ありがとうございます。というわけで、まあ、岡崎君に通ってた竹内君なんですが、まあね、理系の難関校を合格したわけなんですが、一応浪人で合格したということですね。でもこの辺の経緯いろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、もともとその受験勉強自体はその浪人前からやってはいたんですか？そうですね、あまりできていなかったっていうのが実情です。なるほど。じゃあそれで、まあ、武田塾に入って、まあ、勉強をしっかりやり直そうみたいな話になったわけですね。はい、だから武田塾に決めた経緯とか、武田塾を知ったきっかけみたいなのはあるんですか？やっぱり広告で個別指導っていうのが、まっさらな状態から勉強するのに一番いいのかなっていうのが思ったので。なるほど。で、実際入塾したのが2月の終わり。はい。うん、まあ大体本当にだから入試本番まで1年間ぐらいのところまでですね。で入って、最初入った時、まあ、結構がっつり宿題出てたと思うんですけど、この時の宿題はどうでした？いや、なかなかそのきつかったですね。うんうんうん、勉強する習慣が身についていない頃なので、うんうんうん、まあ、なんとか四苦八苦しながらやっていきました。なるほど。この時の出された、まあ、もちろん量もしんどかったと思うんですけど、難易度的にはどうでした？難易度はですね、しっかりと、うん、あの自分に合ったように設定されていて、まあ、やりやすかったですね。じゃあ、まあ、この時点でもなんか本当に全くできないというよりはやってたけど完璧ではなかったみたいなところからスタートしたみたいな感じですか？そうですね。でそこから開始して、まあ、割と、ね、早い段階から勉強のリズムはもうつかめるようになってた感じですか？はい、もともと勉強していなかったことから、まあ、勉強するようになって、うん、だんだん身についていって、まあ、しっかりと結果も一応は出せるようになっていましたね。うんうんうん、でここに実は模試の結果があるんですけど、第1回から結構もう点数は取れてるんですよね。そうですね。まあ、もちろんその範囲が狭い科目もあるんで、この時点で全範囲完璧だったわけではないと思うんですけど、割ともやったらすぐ点にはなっていたっていう感じですかね。うん、やっぱり勉強するっていうのが一番大事なんだなっていうのが思いますね。うんうん、でここで結構手応えは最初の時点で感じた？はい。うんうんうん、で実際ですね、まあ、科目の出来とか見てると、まあ、夏の時点でまずその数学が日大レベルを突破していると。物理がまあ9月の終わりぐらいで突破してて、英語が結構最後の方までまあ突破はしていないんですけど、これ英語は苦手だったからなのか後回しにしたのか、これどっちなんですか？英語はですね、その前に科学をやっていて、それを英語に置き換えたんですけど、うん、ああなるほどなるほど。英語自体も成績が良かったので、うんうん、まあ、段階突破をやるまでもなく、まあ、いい結果が残せたんじゃないかなと思います。なるほど。じゃあ結構本当に理系科目をメインで進めていたって感じですね。そうですね。うんうんうん、数学がとか物理が、まあ、日大レベル終わるじゃないですか。で、はい、その後まあ、地方国公立レベルとかに入ったと思うんですけど、実際ここに入ってから難易度は結構きつかったですか？なかなかその数学が苦手っていうのもあって、うんうんうん、まあ、ちょっとつまずいてしまったりっていうのもあったんですけども、はいはい、なるほど。まあ、しっかりと一つ一つを先生も教えてくださってできるようになりましたね。なるほど。でそもそも数3自体も実は高校自体というか浪人前は未学習だったっていう。そうです、うん、やってなかったですね。じゃあゼロから本当に独学で数学やって、なんか数学さんそれ大変じゃなかったですか？よくやっぱ数3って独学大変ってよく言われるじゃないですか。はい、本当に大変でしたね。テキストを見ても回答を見ても理解できないっていうこともありましたで、まあ、そこは先生と一緒に連携を取りながらやっていきました。なるほど。最終的に数学って自分の中では、まあ、最初苦手っていう意識だったじゃないですか。今の数学のポジションってどのぐらいの科目になってるんですか？苦手です。苦手。一番苦手なんです。はい、結局そのあまり改善はされなかったんですけども、うんうん、ただその共通テストもそうですけども、うん、あまり足を引っ張らずにこなせる科目になったのかなと思います。なるほど。じゃあ他の科目は主に多分理科かなと思うんですけど、理科と英語で点数取っていって、はい、数学はまあ足を引っ張るのが致命傷にならないレベルで抑えるみたいな感じでやってたと。ね、物理も未就なんですか？はい。じゃあ物理はどうなんですか？今ちなみに立ち位置には。物理は非常に得意になりましたね。ああいいですね。まあ、工学部に行ったぐらいだから物理は本当最終的に好きな科目になってるってことですね。でまあなんか最初生活がうまくできなかったみたいなことがあったと思うんですけど、生活が結構安定してきたのっていつぐらいからだったんですか？それが結構遅かったですね。だいたい11月とか、うん、もう本当にそれぐらいになるまで、うん、夜更かしをしてしまったりとか、うん、朝全然起きれなかったりだとか続いてました。なるほど。ただまあそんな中でも一応宿題だけはやろうみたいな形でやってたみたいな。そうですね。うんうんうん。
でね、ちょっとあの事前にもらってたね、まあ、あのアンケートみたいなのであのちょっと話聞いたんですけど、好きな参考書に、ね、あの、はい、暗記が10割って武田塾 の、 あの、ね、最初に使う本だよね、あれが載ってるんですけど、あれ結構好きなんですね。あれの速読が役に立ちました、速読の役に立ちました。あとはその、まあ、元々苦手だったはずの物理のエッセンスが好きな参考書に入ってるということで、はい、結構これをやり込んだことによって物理が好きになった感じですか。そうですね、元々、うん、まあ、未学習だったので、うんうんうん、興味を持つところから始めたんですね、まあ、その上で、まあ、物理のエッセンスっていう参考書は興味を持たせる、まあ、基本を理解させるっていうことに長けてる、そういう参考書だと思います。なるほど。じゃあいざ本番がやってくるわけなんですけど、共通テストは結局最終的に何割ぐらい取れたんですか。7割ちょっとですね。なるほど。これはなんか当初の予定よりはちょっと低い、それとも予定通り。あ、ちょっと低かったですね。何で結構やらかした感じでした。あと科学と、うん、地理ですね。ああ、なるほど。でも一応勝負できる点数までには行ったかなみたいな。そうですね、行って、じゃあ本番の2次の対策とかはなんか、まあ、共通テストで少しやっぱり多分リカバリーしなきゃいけないって話になったかなと思うんですけど、2次に直前期の対策って何やったんですか。まあ、英語はそこまで対策しなくてもよかったので、うんうん、とにかく理科と数学に関して、うんうん、アガホンを何度も解いて、分からなかったところは前の参考書に戻ったりして対策していました。じゃあもう本当に赤本メインで、極力参考書は増やさずにやるみたいな形でやって、いざ入試本番の手応えはどんな感じでした。あ、全然なかったですね。お、特に数学が全然なかったので怖かったですね。正直じゃあ受かったとは思ってなかった。思ってないですね、全然思ってなかったです。なるほど。ちなみにこの時点でなんかどっかそれ以外の大学受かってたんですか。一応私立が1校受かってました、じゃあ、まあ、もしダメだったらそこ行く予定だったということで、はい、じゃあ合格発表来ました、見て受かってたって見た瞬間どうでした。いや、もう信じられなかったですね。目の端に一瞬自分の受験番号が映るんですけども、それを何回も確認して、頭の中では大工が流れながら確認してましたなるほど。じゃあもう本当にダメだと思ってたんです。そうですね、驚きでした。なるほど。まあ正直本当に数産も物理もゼロから1年間あったとはいえ、そこから始めて、まあ、最終的に合格するところまで行って、まあ、受験の1年間で劇的に自分の人生変わったかなとは思うんですけど、まあ、学力が大きく変わってると思うんで、今その自分自身のその1年間振り返ってどんな感想を持ってますか。武田塾に入ってよかったなっていうのが一番ですね。まあ、勉強する習慣もそうですし、まあ、何かにこう取り組もうっていうそういう姿勢が持てるようになったのかなって思いますね。入る前と入った後で勉強に対しての意識っていうのはかなり変わった部分が大きいですか。そうですね、まあ、苦手なものから、まあ、とりあえずやってみようっていうのも大きく変わったところですね。うん、なるほど、いいですね。いや、でも本当に、まあ、成績だけで見たらすごい最初から割と安定してるには見えるんですけど、まあ、自分自身の中では点は取れてたけどそうではなかったみたいなところはあるんですね。そうですね、まあ、よく分からずに解いてたっていうところもあるんで、それを確実に自分のものになるまでしっかり繰り返して定着させていって、まあ、本番も結局今取りこぼしがなかったからやっぱり手応えなかったとしてもちゃんと取れてたってことですもんね。それは本当に素晴らしいことですね。はい、ということで、で最後にですね、やっぱその、まあ、浪人してたりとか、あるいはまあ理系のね、南学校公立とか目指してる受験生に向けてちょっと一言アドバイスというか、あのコメントをお願いしていいですか。はい、苦手科目とにかくやらなければいけないので取り組んでみるっていうことですね。参考書を何度も何度も読み返して理解できるまでやるっていうことが、まあ、もちろんそれは分かっているけどもっていう方もしっかりとやってほしいですね。頼れる先生なんかもいらっしゃれば、まあ、しっかりと相談した上で自分の力になるように頑張ってください。はい、というわけで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。武田塾公式アプリズームたけだの Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法が分かります。詳細は概要欄から。